はい、それではナロークラス、半時計のレーススタートしていきます。日暮選手の予備予選からです。日暮選手過去ベスト8秒633、コースレコーダー栗島選手が持っている7秒927。プラクティススタート、プラクティス時間は2分。ナローで7秒台はコースオープンします。出走ドライバーは日暮 MN2、 ちょっと確認します。そうだね、栗島選手だけです。2番手タイムはコーガ、3番手が小林選手がタイム。はい、ポンダ OK でした。それではマーシャルもお願いしますね。マーシャルお願いします。過去のベスト順に1人ずつ出てきます。予備予選1分走って、ベスト2ラップの合計で予選の組み合わせを決めます。わっ、やっちゃった。え、大丈夫？はい、それでは、はい、そろそろ準備 OK ですか？それではスタートしますよ。はい、行きます。レースを開始します。 MN2 スタート。さあ、1人目日暮選手です。まず1周目9秒45から入っていきました。10秒51、合計タイムが19秒96。9秒67、合計タイムが19秒1となりました。4周目9秒9、あと2周あります。さらに2周あります。9秒7、もう一周あります。さあどうだ、ちょっとボディがずれたか。ああ、レース終了です。マシンを回収してください。さあ、この調子でやっていきますよ。よいしょ。あら、どれだっけ。はい、2人目が堀選手、その次諸橋選手と続いていきます。プラクティススタート、プラクティス時間は2分。さあ、コースオープンします。出走ドライバーはホリナロー228です。はい、ポンダ OK です。プラクティス終了。はい、行きます。レースを開始します。ホリナロースタート。さあ、2人目堀選手スタートします。ナジロン史上初。さあ、1周目27秒台。もう一周はできると思います。少なくとももう一周あると思う。11秒台、これがファイナルかな。もう一周あるかな。ギリギリだと思います。もう一周あると思う。あ、15秒台、これがファイナルラップです。マシンを回収してください。さあ、3人目諸橋、その次榎本、伊藤選手飛ばして小林、栗島と続いていきます。プラクティススタート、プラクティス時間は
2分、コースオープンします。出走ドライバーはモロ194を持った選手、194が過去ベストです。はい、ポンダ OK でした。プラクティス終了です。はい、行きます。レースを開始します。モロスタート。さあ3人目、モロハシ選手です。3周目8秒69、8秒374、合計タイムを更新しました。さあ8周回ってきます。この選手5周目から6周目に入ってきます。8秒3を並べてきました。合計タイム16秒77。さあこれファイナルか、今0秒走になっています。もう一度あるのか。モロレース終了です。ここでゴールです。マシンを回収してください。トップに立っています。はい、榎本選手です。プラクティススタート。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは榎本。さあ榎本選手、過去ベスト8秒109です。榎本選手は歴代5番手タイムを持った選手、109です。ハイポンダ OK。 プラクティス終了です。はい、それではスタートします。レースを開始します。榎本スタート。さあ4人目、榎本選手。飛びながら8秒8で入ってきました。1で8秒446、諸橋の後ろ2番手。トップに立ちました。8秒2を並べてきました。合計タイム更新です。さあ自己ベストは8秒109です。8秒20まで並べてきた。8周回ってきます。8秒110、現在7周目走っています。もう1周あると思う。8秒7、ファイナルラップ8周目です。エントリー終了です。マシンを回収してください。さあ伊藤選手は飛ばして、小林選手です。横丁プラクティススタート。プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーはコマーンナロー。さあ榎本も前に出るのは8秒15です。15が2回必要。ハイポンダ OK。 プラクティス終了です。はい、大丈夫です。レースを開始します。コマーンナロースタート。さあ5人目、小林選手が行きます。1目8秒67、1目8秒41、諸橋の後ろ3番手です。8秒57、3番手は変わらず。8秒38まで来たが、まだ3番手。
8周回ってきます。現在5周目から6周目に入っていきます。8と3まで並べて諸橋の前に出ました。2番手浮上、9秒23。さあ7周0秒表示です。もう1周あるか。現在2番手です。おレース終了です。これゴールです。マシンを回収してください。さあ最後はコースレコードホルダーの栗島選手が出てきます。1人7秒台出したことがある。フラクティススカウト。7秒。フラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーはクリ。はい、OK でした。フラクティス終了です。さあ榎本の前に出るね。8秒156です。156、2回必要。レースを開始します。クリスカート。最終ドライバー栗島選手、8秒07から入ってきました。2周目8秒35、榎本の後ろ2番手、8秒0を並べてきました。ここでトップに立ちました。7秒987、レコードまであと100分の6。7秒959、あと100分の3。もう一度あります。7秒865、コースレコードです。これがファイナルラップ。8秒880、トップです。865はコースレコード。はい、これで予備予選終了です。組み合わせ作ります。予選終了、これです。はい、予選は45分スタートします。諸橋、日暮、堀選手、ここから行きます。45分スタート、諸橋、日暮、堀選手、ここから行きます。3分間予選2回やります。組み替えありです。
げえ。俺の目の前でこけないでくれ。はい、それではそろそろ時間になります。予選の1組目、諸橋、日暮、堀選手です。さあ、コースレコードはやはり栗島選手が持っている3分間23周7秒です。諸橋22周4秒、日暮20周5秒、堀選手が22周8秒です。プラクティススタート、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーはモロ、ヒグ MM に堀ナロー、住職ナロー、そう、一応入れてます。ドンビリか、今度始めるから。お、今度始めそうだ、早い早い。あー、でもタイヤがちょりちょりだよこれ。おお、巻き巻きだ。はい、堀選手ポンタ OK です。このクラス、こっち回り23周ナローで回ったことあるのはレコードホルダーの栗島選手だけです。
はい、全車ポンダ OK です。モロプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。あれ、これではは、い、それでは並べます。モロハシ、ヒグラシ、ホリの順で並べてください。モロハシ、ヒグラシ、ホリです。はい、ありがとうございます。それでは行きます。予選1回目、3分間1組目です。レースを開始します。日暮選手はいつも反応いいね、スピースタートね。さあ、まずはそのままの順で帰ってきそうな流れです。お、諸橋がちょっとスクラム、さあ1周目上がったな。トップ諸橋9秒フラットで帰ってきました。日暮もフラットでした。1周目、さあ諸橋が転倒、その横を2、3抜けてきます。さあ堀選手はファーストテスト8秒77をマーク。日暮堀、これが0秒5です。さあレースは4周目に入っていきます。堀選手が間を詰めます。0秒4、諸橋がファーストテスト 1.3 秒差で追います。諸橋が8秒51ファーストテスト。レース5周目に入ってきます。さあ諸橋が3番手から追ってきます。8秒36堀選手が仕掛ける。おお、さあ2台が接触、諸橋が間に入った。日暮はトップを守っている。諸橋、堀と続いています。50秒になるところ。さあ今度日暮が見せた。これで再び諸橋がトップに変わります。7周目、堀選手が 1.7 秒から追います。1分経過、堀ベスト8秒71、トップまで 1.7。 3番手日暮が2秒3です。堀選手ベスト8秒63。さあ諸橋がミスった。その横堀選手は抜けているようです。9周目、堀選手がトップに立っています。2番手が諸橋0秒8。今度は堀選手がミス、諸橋が再びトップ。荒れています。レース折り返しです。折り返し、日暮の後ろ2番手来ます。いや失礼、日暮2番手ですね。堀選手が3番手。1分40秒経過したところ、日暮さんはね、自己ベストの可能性があります。あーと言った途端に場外。さあ、諸橋はこの時間安定しています。14周目に入ってきました。2番手堀選手はトップまで4秒2。あー脱がされた、諸橋に脱がされた。残り時間45秒。堀選手は同一周回ながらかなりの差があります。4秒9ぐらい、日暮選手が戻ってきました。残り間もなく30秒。さあ堀ベスト8秒59、5秒差。さあトップ諸橋が21周ギリで届くかというところです。残り20秒です。19周目に入ってきました。ここで諸橋ファーストテスト8秒29、堀選手前の周8秒57ベスト、堀選手再びベスト8秒52、5秒2の差。ボード圏残り5秒です。諸橋もう1周あるのか。今20周目から21入ってきました。これがファイナルラップ。ここで3分、ここで3分。堀ナローゴール、堀選手ゴール。20周3秒モロゴール、17周最後諸橋8秒29ファーストテストでトップゴール。レース終了です。マシンを回収してください。はい、予選2組目、クリシマ、榎本、小林です。コースをオープンします。10投ドライバーは、フリー、榎本、コマーン、ナロー。榎本選手が22周5秒、小林選手が22周8秒出したことがあります。小林さんでも大体、小林さん、どこ？僕、6。
はい、榎本 OK、 栗島 OK。 はい、全車取れました、全車取れました。プラクティス終了です。はい、並べます。栗島、榎本、小林の順です。前から23周、22周、22周の選手、それではスタートします。3分間レースを開始します。さあ1周目はそのままの順です。栗島が8秒1、榎本2、小林6で帰ってきました。さあ2周目、栗島ファーストですと8秒06が出ています。さあ栗島7秒965をマーク、榎本が0秒8、榎本も自己ベストペースかな、見てみましょう。30秒経過したところです。レースは5周目に入ってきます。榎本ベスト8秒10、1秒差でトップを追っています。榎本は自己ベストペースですよ。23周もありえる、そんなペースです。で、栗島選手は自身のレコードを破ってくるんじゃないかというペース。50秒経過したところです。まだ前者同一周回かな。そうですね、小林選手は3番手、4秒3で前2台追っています。小林は今、諸橋と戦ってます。1分経過。さあバックマークが出てきます。まずは小林の後ろからトップが来ます。小林ここでベスト8秒63、続けて榎本が来る。ありがとう。折り返しが近づいてきます。栗島が12周目、榎本も2秒6で12周目に入っています。この2人は自己ベストペースです。1分40秒経過。さあここでベストは3番手の小林選手、8秒615。今小林は やはり諸橋と戦っています。ペースアップしよう。小林ベスト8秒512。さあ小林がタイム上げてきます。諸橋の背中が捉えられるか。残り時間1分です。さあ一方トップ栗島選手は現在17周目、23周6秒で帰ってくると予想されているので1秒更新ペース。それを榎本が今トップと同一周回、間が開きました。3秒8、22周2秒ペース、自己ベストペース。残り間もなく30秒。さあそして小林選手が21入るかギリギリのとこ、ここで転倒していたのは榎本選手です。さあ小林なんとか21、諸橋と同じところにまで来る。そしてトップ栗島が今22周目、もう一周あります。レコードペース、小林ベスト8秒37。さあレコードを出せるのか。栗島選手がファイナルラップ入ってきました。これまでのレコードは7秒です。3分です。3分経過。栗島ゴール、23周6秒コースレコード。2番手榎本22周8秒、小林選手が21周7秒でゴールです。1回目トップは栗島、2番榎本、3番諸橋でした。4番小林、5番堀、6番が日暮選手でした。はい、組み替えがあります。はい、それでは4時5分、4時5分予選2回目、小林、堀、日暮、4時5分スタートします。動こう、おお、ついにやるか。
違う。
転しながら、まあ、そうですね。まあ、そうですね。125cc、プラスちょっとぐらいです。ざわって言うたら、ノーパンになっちゃった。でも上手な人に通さなくていいです。あれだって片手で車を持ってキャップにかけて、それもそう、前はストラップとかでこうやってつけたりして、おっ、おっ、ミスだってさ、片手でそれがあるんですよ。2人とかでやっちゃいけないですからね。2人だった1人がそれやったんで、トラップに出ちゃうから、1人に。ちょっとそこって鍛えられてんのかな。でもタイヤ効果が、タイヤ効果が、チャリアップで知ってるし、レジが何人のやつを入れるかは詳しくし。何年前だったんですか。やっぱ息が合ってる人がいいやつ。いいことです。はい、それでは予選の2回目スタートしていきます。小林、堀、日暮、準備お願いします。プラクティススタート。プラクティス時間は2分。コースをオープンします。出走ドライバーはコマーン・ナロー、ホリ・ナロー、ヒグ・ MM に住職ナロー。予選上位3名は A メイン確定します。で、 B メインから1名勝ち上がりでやってきます。今3番手は諸橋選手、21周6秒です。3番手入れば A メイン確定。はい、日暮 OK。 この数だと悲しいんだよ。そうそうそう。世界戦記念。そうそう。なぜか2分の1回。はい、小林選手も OK です。おお、おお、アンダーだった。おお、アンダーだった。はい、全車アンダー取れました。さあ、レコードが先ほど塗り替えられて、レコード23周6秒となっています。このプラクティス終了です。それでは並べます。小林、堀、日暮の順で並べてください。小林選手が22周8秒、堀22周、同じく8秒、そして日暮選手が20周5秒の選手。それではスタートします。レースを開始します。取ってきました。さあ、小林、堀の順で帰ってきます。ファーストストは小林が取りました。3番手が日暮選手。さあ、3周目に入ってきます。小林が最速8秒28をマーク。日暮9秒22。堀選手はちょっと引っかかった。0秒9です。まだ0秒9。日暮選手が3秒3です。さあ、小林選手がミス。それを堀選手が抜けてきました。5周目、堀選手はトップに変わっている。さあ、堀選手は諸橋とガチンコ総合3番手対決です。若干前に出てくると予想されています。この時間帯、小林選手が2番手で復帰 1.3 秒、そして日暮選手が4秒2です。オレンジのカラーリング、堀選手がトップです。1分経過したところ、2番手が小林選手4秒、3番手日暮は3秒。最小ラップエラー、堀ナロー 1.17 秒。はい、大丈夫です。堀選手は現在21周0秒で帰ってくると予想されています。諸橋の前に出てきそうです。ただそうか、前の週ちょっとミスがありましたね。今21周5秒なんで、諸橋にゴール地点1秒前に出る。日暮選手の後ろからトップが来ます。堀ベスト前の周8秒38。さあ、2番手の小林選手が2秒6で堀選手を追っています。1分50秒経過。さあ、2番手小林選手がこけている。これで日暮が、あ、直ってなかった。車内
さあこれで日暮が2番手上がってくるのかな。日暮選手が2番手浮上、3番手小林選手です。残り間もなく50秒。さあ堀選手がペースをまとめ出しました。諸橋の3秒ぐらいゴール地点で前に出てくると予想されています。残り40秒。そして2番手に小林選手が帰ってきました。3番手日暮が0秒9、堀日暮は1回目のタイム超える予想です。残り30秒切りました。さあ日暮選手後ろから再びトップがやってきます。19周目から20周目に入りました。トップもう一周あります。堀選手がファイナルラップに入っていきます。諸橋が6秒でゴールしていました。ここで3分、オマーンナローゴール、小林ゴール2番手、オリナローゴール、堀選手21周2秒で3番手入ってきました。 BMM2 ゴール、ユレス選手が19周7秒3番手でゴール。レース終了です。マシンを回収してください。プラクティススカウト、プラクティス時間は2分、コースオープンします。出走ドライバーは栗、榎本、諸、さあこれが予選最後です。栗島、榎本、諸橋です。栗島、榎本はもう A メイン確定です。はい、諸橋 OK。 さあ諸橋選手はゴール時点で4秒アップすれば逆転 A メインの可能性があります。13.14。 はい、栗島、諸橋 OK でした。 8.99。 はい、全車 OK です。フラクティス終了です。栗島選手は1回目コースレコード更新、榎本の、ね、途中まで自己ベストペースでした。で諸橋は後がない、堀選手の前に出るしかない。はい、並べます。栗島、榎本、諸橋です。はい、それではスタートします。レースを開始します。1周目だけ、そのままの順で帰ってきました。栗島が1周目から7秒台、7秒90で待っている。諸橋3番手がベスト、8秒20、全車1回目のタイム超えるペースです。さあ諸橋がペース良さそう、榎本の前に行きたがっている。諸橋8秒17、榎本も17。30秒経過したところ、レース5周目に入っています。諸橋がミス。さあ諸橋は堀選手と戦っています。21周2秒と戦っています。諸橋現在1秒予想、堀選手の前に出てきそう。3番手の諸橋選手、まだ3台とも1回目のタイム超えるペースです。1分になるところ、黄色のカラーリング、栗島選手が9周目に入る。それを追う榎本が2秒6後ろ。3番手諸橋も22周ペース乗っけてきました。ああ諸橋がさあこうなると予選危なくなってきますよ。1分20秒になるところ、さあ栗島選手はちょっと巻き込まれたが22周0秒、榎本が2秒表示です。諸橋は20周予想からもう一回堀選手を追っていきます。折り返しです。さあ諸橋ここからペース上げてこれるか。栗島は再び23周ペースに戻しています。榎本ベストは8秒16、自己ベストペース。残り70秒、残り1分、
堀島選手は23周今7秒2で帰ってくると予想されています。モーラー選手は再びミス。これでこう、堀選手の背中が遠のいていきます。榎本が2秒8後ろ自己ベストペース。残り40秒。さあ残りが30秒切りました。栗島、榎本、そして諸橋の順です。栗島選手は23周今回も6秒入れてくると予想されています。大時計が残り10秒。22周目に入った栗島。さあ榎本自己ベストかかってますよ。ここで3分です。クリボール、モロボール、エンドレース終了です。マシンを回収してください。3秒です。A メイン確定は栗島、榎本、堀選手でした。B メイン、諸橋、小林、日暮、ここから1名勝ち上がります。
伊藤選手が来なかったら来るかと思ったけど、それではそろそろ時間になります。 B メインの決勝レース、諸橋、小林、日暮選手1名勝ち上がります。よいしょ。それではコースオープンしておきます。プラクティススタート。 B メイン3分、プラクティス時間は2分。コースオープンします。出走ドライバーは諸、コマーンナロー、ヒグ MM に住職ナロー。ここ待ち来ればね、勝ち上がりのチャンスもあったり、日暮選手 OK です。4時半に来るので、はい、10.96、 モラシ OK です。11.97、はい、OK です。モロプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。はい、それでは並べます。モロハシ、小林、日暮です。諸橋、小林、日暮、1名だけ勝ち上がります。伊藤さん来ないか、残念だね。はい、それではスタートします。3分間一発勝負、 B メイン決勝です。レースを開始します。わあ、小林が見せた。それをこう日暮が抜けてきました。ノーミスのモラシ選手はまず1周目トップで帰ってきます。日暮し、小林の順。さあ日暮し耐えてる、いい勝負、綺麗に行きました。小林選手が2番手に復帰、ただモロハシはファーストテストで2秒前にいます。日暮しが転倒、小林選手は2秒差でストップを打ってる、8秒55が出ている。さあモロハシが8秒35ベスト、小林さん差を広げました、2秒3。さあ小林がベスト8秒46、小林はまだ大きくは離されていません、2秒ぐらいかな、この週2秒2ぐらい。
ました。3番手、秀吉、後ろからトップが来ます。8周目に入ってきます。1分経過。さあ、諸橋がミス。さあ、小林が急接近、トップ争い。0秒6。日浦さん来るよ。ワン、ツーね。はい、すいません。さあ、小林、スイッチ入れられるか。0秒6。トップ争い。おっと、モラッシュ再び引っ掛ける。0秒40。折り返しです。さあ、12周目に入ってきました。2番手小林がベスト8秒45。この2人21周3秒で帰ってくると予想。多分伊藤さんが来た。多分伊藤さんが来ました。はい。さあ、13周目に入っています。1分50秒経過。日暮さん来るよ。はい、 OK。 さあ、小林0秒5くらい。おお、2台が接触。さあ、接触あった。小林はボディずれてるか、大丈夫かな。15周目で2台が入っています。日暮さん来るよ。さあ、小林選手が2秒差で追っています。残り40秒。お疲れです。この紙置いてあるとこ、残り間もなく30秒。18周目に入っています。2秒7の差。21周2台回ってきます。現在19周目に入っていったところ。さあ、これベストは諸橋8秒25。小林が差を広げられた。3秒2。残り5秒。ここで3分です。モロゴール、モラハシゴール、トップゴール、 BMM にゴール、コマーンマロゴール、電車ゴール。 B 面優勝はモロハシ。レース終了です。マシンを回収してください。さんが A メイン走りたいって言ってますけど、いいですか？大して伊藤さんマジでハンデなんねえよ。9番、9番。ダメじゃない。ダすごいな、海外勢。
Thank you.
ばい、やばい、なんだろう、やばい、すごいですね。プラクティススカウト。プラクティス時間は2分、はい、コースオープンします。出走ドライバーは栗、榎本、堀なろう、諸、夕食なろう。はい、諸橋、榎本 OK です。栗島 OK。すごい。さあ、9秒5名による ANA の決勝になります。俺たちの世界線です。じゃあ50分走ります。急なんだ。急が。やったあれいいの立ち位置93.54立ち位置9あ9で、ね、あ本当オッケーはいはいよし22.02さあコースレコードはやはり、ロップカーも栗島選手が持っています44周6秒9.10内回りナローのコースレコードとなっています。セルテープついてないですか。あれ片方ついてない。伊藤さん通った。伊藤さん通あら あ、これが伊藤さんね。はい OK です。伊藤さんがこれ伊藤さんセロテープ剥がれてるから一旦ボディ見た方がいいですよ。クリゴプラクティス終了です。スタートラインに車を並べてください。前から栗島、榎本、堀、諸橋。いや、ダメやっぱちゃんと持参のも、これ自分のしか使わないのよ、オーダー。それダメなんだって。お前、ありがとうございます。前から栗島、榎本、堀、諸橋、伊藤です。榎本選手が過去43周7秒、堀選手42周3秒、諸橋42周1秒、そして伊藤選手が43周8秒。はい、それではスタートします。 A メイン決勝レース6分間一発勝負です。それではスタートします。レースを開始します。まずはそのままの順で帰ってきました。早くも栗島選手が2番手と1秒の差をつけています。栗島が7秒889、トップのマシンが1人7秒台出しています。逃げていきます。2番手榎本との差が2秒、3番手が堀、諸橋、伊藤の順。さあ後方では諸橋がミス。これで伊藤選手が1つポジションを上げました。伊藤選手は今度堀選手を降ります。 1.4 秒、40秒経過。さあ伊藤がベスト8秒475、堀選手を追っています。さあ1台クラッシュしてたか大丈夫か。諸橋選手最後尾をトップがラップしてきました。8周目に入っています。コースレコードペースです。さあここで伊藤選手ベスト8秒46、堀選手との、間を詰めています。榎本トレインになりつつある。榎本、堀、伊藤、これが 1.5 秒ぐらいの中に入っています。さあ諸橋8秒52ベスト。さあ一方トップはどこだ。その伊藤選手の後ろまで来ています。トップコースレコードペース、初の45周と表示されています。1分30秒経過。伊藤選手4番手の後ろからトップが来ています。1分40秒になるところ。さあ一方榎本、堀の2番手争い、これが0秒2ぐらいです。まず伊藤選手をかわしていく。危ない。さあ諸橋後ろからトップです。さあ榎本、堀の後ろからトップがやってきています。榎本が見せたか。堀選手がこれ2番手に上がってるんじゃないかな。はい、ありがとうございます。
もうこれで栗島全車ラップです。コースレコードペース。堀選手は今自己ベストからゴール時点1秒前に出ると予想されています。そして3番手に帰ってきた伊藤選手2秒1で堀選手を追っている。4番手が榎本3秒45、番手が諸橋選手3秒6です。2分30秒経過。黄色がトップです。榎本ベスト8秒379、4番手その後ろからトップが、近づいてきている。2分40秒になるところ。さあ今度堀選手の後ろ、間に諸橋を挟んで伊藤選手ベストです。8秒42 2秒差で堀選手を追っています。間に諸橋がいる。大時計まもなく折り返しを迎えます。トップ栗島、黄色のマシンが45周ペースでレースをリードしています。レースリーダー折り返しです。2番手が堀選手、すでにワンラップされている。それを伊藤選手が3番手、4番手榎本、5番手が諸橋です。諸橋ベスト8秒285です。2番手以下は全車同一周回でもない。今堀選手が諸橋をラップしてきました。で伊藤選手の後ろからトップ来ます。3番手のマシンをもう一回ラップしようかというところ。3分30秒経過。榎本は伊藤選手を追っています。2秒ぐらい。堀選手は自己ベストと今同じところですね。42周3秒でペースです。それで堀選手を追っていた伊藤さんは3秒差、間が広がりました。で榎本が伊藤選手と詰まっている。 1.6 秒。大時計4分を指します。残り時間まもなく2分。栗島選手が依然として45周ペース、レコードがかかっています。今日1周も3分も、レコードを更新した栗島選手。4分15秒になるところ、堀選手が2番手、自己ベストペースかな、いや若干ペースを落としたか。伊藤選手が2秒後ろにいます。そして4番手の榎本が伊藤選手まで 1.5 秒ぐらい。残り90秒。さあこの時間は榎本が伊藤選手との差を詰めています。これが3番手争い。前の週 1.2 秒、この週 1.1。 一方伊藤選手は堀選手まで2秒、ここは変わっていません。残り70秒。堀選手は自己ベストから1秒落ちぐらいのペース。35周目に入っています。堀選手残り7周。さあ栗島帰ってくる。38周目に入りました。残り7周と予想されているレコードペース。さあそして榎本が伊藤を捉えるか。1秒を切ってるぐらい。3番手争い、表彰台争いです。残り45秒。栗島が40周目に入りました。残り5。さあ伊藤対榎本、0秒76ぴったりです。残り30秒。伊藤、榎本は42周予想です。残り3周。堀選手はこの時間帯安定しています。自己ベストから1秒落ちぐらいのペースを守っています。残り間もなく15秒。さあバックマーカー絡んでくる。栗島レコードがかかっている。伊藤さん一応早めに行ってきます。来てます。残り10秒。栗島選手もう一度あります。入った瞬間レコードです。残り5秒。栗島レコード乗っけてきた。大時計ここで6分です。モロゴール。さあ榎本が来ている。後方で榎本が来ている。堀ゴール。堀ゴール。ゴール。住職ならレース終了です。マシンを回収してください。コースレコード栗島選手です。2番手堀さん、3番手が伊藤選手、ここまで表彰台。4番手が榎本、5番手が諸橋選手でした。
します。皆さん選手以外、最初はグー、じゃんけんぽ。自分の練習にツーニングの練習がいいって言う人いっぱいいるんだけど、